Meow.
スライム、棒で叩くなんてかわいそうかな。近寄らなければうねうねしているだけなんだし。うん、あんなにたくさんいたら村まで来て動物や向かいの家の子を襲っちゃうかもしれないから、やっつけちゃおう。いきなり光の柱みたいなのが。これって多分魔法の光だよね。キラキラしてて綺麗。こんな仕掛け誰が作ったの？倒せた。私って結構強かったんだね。この調子でみんな退治しちゃおう。キラキラした石、マジックストーンはね、魔物が落としたり空中に浮いていたりする。魔法に使う道具でお手伝いしている雑貨屋さんに持っていくとお金と交換してくれるんだよね。こんな籠いっぱいにして持っていってもおやつ代くらいにしかならないけど、せっかくだからたくさん集めてお姉ちゃんが好きな甘いお菓子でも買っていってあげようかな。帰りが遅くなったらお菓子たくさんあげて許してもらおうっと。あっち行って。それ、
Thank you.
スライム、村の中にまで入ってきてるなんて。山道で見かけなかったのは村を襲っていたから。このスライムたちが村をめちゃくちゃにしたの。私でも簡単にやっつけられるのに、村の人たちがやられちゃうわけないよ。動いちゃったね。せーの。私の村を、あそこを通らないと家にたどり着けない。どうしよう。あのゴブリンもおじさんを襲ったのかな。一匹だけ、スライムだって倒せたんだから、ゴブリンだって倒せるかも。山の崖をたどって反対側に行って、そこから家に。そんな、他にもあんなにゴブリンがいたなんて。こうなったら、あんな魔物一匹くらい、早く家まで進んで崖から山へ逃げよう。
体が軽い。汚れも痛みもない。この姿は。詳しい話は後でしてあげる。魔物を倒す力。目が。魔物の汝は妖光に祝福されし神の剣。よこしまなる。あとは任せ。妖精さん。ねえ、私のこの姿は。神様とか騎士とかよくわからないけど、なぜかやれる気がする。あなたたち、どうして村に、みんなにひどいことをしたの？許さない。